まあでもさ、ニコニコ生放送もね、俺は頑張ってほしいと思ってるんですよ、この先。今ね、ちょうど加藤純一君もさ、名前をさ、なんか加藤純一からうんこちゃんに変名してさ、各ニュースサイトとかも取り上げてさ、もう加藤純一君は顔も出てさ、ほんで、こいつは不倫する男だってもうレッテル貼られちゃったじゃん、全世界に、全国にだよ。あれは痛いね。あれはもうね、衝撃的だし、今後、今まで加藤純一のという冠番組が全部取っ換え引っ換え、うんこちゃんって名前に変えなきゃいけなくなるし、まあ、経済的な損失ダメージは計り知れないでしょうね。ただ、俺は知らなかったのが、あいつはさ、こっそりとバー経営してたのな。友人だけ呼べるバーとか言ってさ、俺一回も呼ばれたことないからな。友達だけ呼べるバーを実はオープンしてませんとか抜かしてたけど、一回たりともさ、俺、呼ばれたこともなかったし、そんな話知らんかった。黒人さん出てるさ、俺に教えてくれんかったよ、そんな話。びっくりしたね、そんなことやってるなんて。友達はなかったの？いや、マカオにじゃあ、毎回呼ばれてたのは何だったの？今年もみどりさん行きましょうって言ったの何だったの、あれは。一応さ、昨日、長文で送っといたんだけど、クレームを。なんかその、加藤純一がさ、ずっと寝ずにさ、配信やって、なんかその、ねえ、ちょっと、見てられなかったというか、まあちょっと言いたい部分もあったけどさ、それはまあちょっと採用されんかったけど、長すぎて。こうやって、俺送ったんですよ、昨日。ね？え？読んであげるよ。加藤、俺だ。忙しいと思うんで手短に話す。きっと眠れない日が続いてると思うが、100%2人の愛する女を傷つけたお前が悪いんだからな。だから人生をかけて償うべきだ。芸名を加藤純一からうんこちゃんに戻して許すやつがいると思うか？配信見たが、お前はずるいやつだ。謝罪すべき。配信を使って幸子を丸め込んで、モラハラ三昧。たくさんのみんながいる前で幸子も本音で喋れんだろ。いつから麻布にある SM クラブみたいな配信やるようになったんや。何が奥さんを迎えに行くだ。だいたい他の加藤軍団の後輩みたいに、俺もクズだから加藤さんについていきますって言ってる後輩にフォローされてんじゃねえぞ。だいたい浮ついた気持ちでいつしか天狗になり、モテてると勘違いしたいんだ。年を考えろ。ファッション雑誌モデルをやり始めたあたりから、昔加藤が嫌っていた、一番嫌いな自分になり始めたのはわかるか？お前を好きな女なんて、みゃこさんみたいな加藤のリスナーを喪服を着てミラーハイエナしようとしているアバズレぐらいだわ。まあ、かくいう俺も過去には AV 女優と不倫して動画を出されたり、人に言える立場じゃないのは理解しているが、性欲が人間の理性を上回ったからこうなった。結果、離婚をして毎月先輩たちのために養育費を払う人生だ。まあ、こんぐらいにしとくわ。もっと本当はあったけど。ね、あんまりね、まあ、今の部分は都さんに教えないでください。都さんも相当聞いちゃったみたいで、自分の配信をなんか認定した人以外書き込めなくするというですね、今度はね、都さんの方にもなんかいろいろとですね、被害が出てるみたいなんで、とにかく喪服ミラーした人たちが今度叩かれるというですね、二次災害が起きてるんで。すいません。さんま動画削除。ああ、そうなんだ。でも、そうやって途中途半端が一番良くないよね。なんか謝罪にしろさ、なんかさ、ミラーにするにしろさ、中途半端が良くないじゃん。なんかさ、私かばってみさ、だったら徹底的に叩くか、加藤さんの方が悪くないよって応援するか、どっちかにした方がいいと思うのね。どっちかしかないんだよ。俺は加藤叩いたよ。電話でも話したけど、直接。お前が悪いじゃんって。はっきり言ってお前が嘘ついて、な、その AV のさ、その愛なんだっけ、愛ね、なんとか愛さんっていうさ、巨乳のね、人をさ、食ったのが悪いじゃん、と思ったけどね。いや、俺も反省してるよ。だからもう今ないじゃん。全く。ね。まあ、俺も田中瞳とか青木凛だとかね、ね、松本まりなとか、ね、あと豊丸だとか、西村ニーナとかがさ、来たら俺もね、そりゃね、ほいほい行っちゃいそうになるけど、でもそれを抑えるのがさ、人じゃないですか。そういう気持ちがあっても、ぐっとこらえるのが人間じゃないですか。どっかのポンちゃんみたいにね、電車に入ったら、もう興奮してたまりませんよって言ってさ、ツイッターに書いちゃうようなさ、ああいうね、性欲の化け物になるなよ。
何が満員電車だったらもうたまりましぇんだよ本当にさ。よくあんなこと書けるよな、怖いわマジで、うんね、松坂君子古いわ。松坂君子って知ってるやつ相当古いよ、コメントになったけど、ね、